成り下がってしまっているわけであります。今こそ先人の生き様に学び、日本国を守る武士となる国会議員をこれからの選挙でしっかりと選んでいく、これが我々の責務であり、そうした認識を共有する仲間を一人でも増やしていくということが、これからの1ヶ月大変重要な役割となってくると考えております。私もその先頭に立って、日本の盾糸を守る、そしてこうした危険な法案を通そうとする勢力と真正面から戦っていくということをお約束し、皆様と共に戦っていくことをお約束し、ご挨拶といたします。人権侵害救済法案を皆様粉砕しましょう。